業務スーパー7店舗がスト休業から営業再開へ、賃金不払いの危機を回避。北海道の業務スーパー7店舗がストライキのため休業していましたが、賃金不払いの可能性があるため24日に営業を再開しました。社長の指摘流用に抗議するためのストライキでしたが、交渉は進んでいません。みんなの反応。フランチャイズ店が倒産するかも、背任罪で訴えても資産移動とかされてるかも、組合と弁護士で交渉しないと厳しいし、仕入れ先も不安で商品を下ろさないかも。今日浜港運の創業者の孫菅井巻がオーナーの K コーポレーションは、業務スーパーを運営するケヒコの親会社です。今日浜港運の業績が低迷しているため、利益を出していたケヒコに赤字の穴埋めをさせ、ケヒコは赤字だからとボーナスを支給しません。さらに労働組合の設立を認めず、弁護士と共謀してケヒコを計画倒産させる可能性があると労組は言っています。フランチャイズ店はオーナー次第で破産するし、賃金未払いなら労働基準監督署に相談がベストだよ。この会社、数年前に経営者が変わったみたいだけど、創業家と関係あるの？をどっちにしても会社の資金を私的に使って破産させるつもりだったんじゃない？社長の名前を記事に出せばいいのに。社長が会社の資産を高級会社や家事代行サービス、子供のタクシー代に使い込み、業務スーパーの事業が黒字でも経営が悪化しているんだ。6月に6店舗でストライキがあったけど、状況は変わらず、社長は会社の破産と全従業員の解雇を考えているらしい。国が働き方改革や賃上げを呼びかけている中で、こんな経営者は恥ずかしいよね。会社が破産しても、自分の贅沢が優先だから何とも思ってないんだろう。訴訟しても時間とお金をかけさせて諦めさせるタイプだし、賃金未払いや不当解雇、背任罪で告発して刑事事件にするべきだと思う。労組は労基や弁護士に相談した方がいいよ。企業努力を無駄にする経営者なんて必要ないし、従業員を解雇して雇用を失わせるだけだよね。昔の勤務先で経理が高額な領収書や業務と無関係な領収書を処理しているのを皆が知っていました。給料が下がっても我慢していましたが、経営者が高級車に乗ってきた時、全員が転職を決意しました。人は変わらないので、やばいと思ったら早めに見切りをつけるべきです。ストが表沙汰になると経営状況が明るみになり、仕入れ先や取引先が警戒して撤退することもある。営業資金が枯渇し、信用不安が生じ、最終的には倒産に至ることも。組合も急ごしらえだと逃走積立やスト権の批准ができていない状態で、正義のための行動が逆に自分たちの首を絞める結果になる。佐野ラーメンの組合も同様に揉めてうまくいかなかったことがあり、最終的には消費者の判断に委ねられる。労力と時間がかかり、泣き寝入りになることが多い。スト権があっても使えないことが多く、最後の敵は会社ではないという複雑な状況。ストライキをするには覚悟が必要ですが、組合が強ければ交渉で何とかなることもあります。でも会社に不正があっても、ストライキ側に強い後ろ盾があれば対策があったでしょう。社長は賃金未払いを見越して雲隠れしたのでしょうか。従業員への責任はどうするつもりでしょう。倒産したら厚労省の未払い賃金立て替え制度があるから、早く労基に相談した方がいいよ。ただ北海道の求人事情がわからないのが問題で、再就職が正規かパートかで生活に影響出るよね。業務スーパーはフランチャイズだから、社員教育があまりされてないんじゃないかと思う。店員さんの頑張りだけで成り立ってる感じがする。企業が安さを謳うのは、誰かの犠牲の上に成り立っていることが多い。結局経営者だけが得をして、一般社員には関係ない。社員が一団結して会社を回せる企業は少なく、十分な収入がないと不満が出る。安さに価値を感じさせる企業がなくなることが、国民の幸せにつながると思う。地元の業務スーパーは運営がしっかりしていて、他の業務スーパーとは違う。広さは大きめのコンビニくらいで、品揃えもよく、クレカも使える。週末には駐車場に警備員がいるほど人気だが、駐車禁止の場所に無理やり駐車する人や、巨大ベビーカーで子供を放置するママさんなど、民度が低い客もいる。安売り店に民度を求めるのは難しいが、普通の客が9割で、残りの1割が問題だ。ストライキなんて今の時代大丈夫？どの会社も必死で経営してるのに、こんなことしたら首切りの口実になるだけだよ。交渉が無理なら転職すればいいし、自分のスキルが高いと思うならもっと賃金の高い会社に行くべきだよ。営業再開しても意味がないし、むしろ辞めた方がいいよ。民法には自力救済禁止の原則があって、
権利侵害があっても自分で解決しちゃダメなんだ。例えばコンビニ A で自転車が盗まられて、コンビニ B で見つけても自分で持ち帰ると窃盗罪になるかもしれない。今回の号数の商品も経営者のものだから、給料の代わりに分配すると窃盗や横領になる可能性がある。だからストを続けて警察や弁護士を入れて未払い賃金の損害賠償請求をするべきだよ。大手メディアが報道しないので、ネットニュースで発信できるのはありがたいです。取材を続けて顛末を追求してほしいです。日本には弱者を食い物にする経営者が多いけど、政府が無能だからこんな状況になってるんだよね。労働法違反や脱税、経常利益の使用に対してもっと厳しい罰則を設けるべきだと思う。例えば全資産没収や口座凍結、パスポート無効とかね。中小企業の経営者が不正を行ってるのも日本の国力低下の原因の一つだし、政治や増税、経営不正が続くと最終的に得をするのは外資系企業や海外の裕福層だけ。日本は中国やアメリカの肥やしになってるのかな。盗賊会社の社長は会社の金を自分のものと考え、労働者を軽視することがある。高級会社に乗っているなら疑い、転職を考えた方がいい。転職先見つけた方が良いよ。前の職場がブラックだった子がうちに来て、初めての給与に驚いてた。スキルアップすれば月収も増えるけど、うちもまだブラックな面があるんだよね。労働者の権利はストライキだけじゃないと思う。経営者がダメな会社をストライキで立て直すのは無理だし、みんなで賃金をもらって辞めた方が良かったかも。同業他社は人手不足だから、ストライキはミスだったかもね。みんな他人事だから応援するけど、ちょっと真面目すぎたんじゃないかな。在庫売り切れたら商品も入らないし、会社の口座に金がないなら光熱費も払えない。破産なら別経営者で運営もあり。会社のお金を自由に使えたけど、雇用者が文句を言い始めたから預金を全部引き出して倒産させるって話。自分の利益のために経営してて、それができなくなるなら潰すっていう経営者は結構いるし、法的には問題ない。倫理的におかしい経営者の下で働くのをやめるしかない。会社が休業すると賃金が不払いになる可能性があるから、賃金原資を確保する必要があるって言ってる時点で、その会社の資金繰りがやばいってことを白状してるようなもの。銀行もそんな会社に融資しないし、正直者かもしれないけど、そんなこと言っちゃダメだと思う。給与不払いが起きる時点で、その分の利益はどこに消えたのかも疑問だし、そんなのも確保できないくらい散財してるのかって感じ。日本の法律では、会社経営者が会社の資金を私的に使って会社を破産させても罪に問われないんだよね。だからブラック経営者はやりたい放題できちゃう。外国人経営者が国外に逃げたら、債権者は泣き寝入りするしかない。だから背任罪を強化したり、労働組合や従業員が経営者に損害賠償を求められるようにするべきだと思う。さらに破産させた経営者の国外渡航を禁止する法律も必要だよね。でも自民党はブラック経営者からの政治資金を得ているから、そういう法律を作らないんだ。最高裁の裁判官もブラック企業寄りでブラック判決を出しているんだよ。昔会社で賃上げ交渉中に労組からストはできないけど、就業後も職場に残るように言われ、妥結まで残ったことがある。この業界は経営者のボランティアで成り立ってるから、十分な利益が出てるか疑わしい。経営者が嫌気と嫌気でお金を使いまくったんじゃないか。フランチャイズの食品スーパーで儲かるはずがなく、今の小売業で利益を出すのは難しいと思う。社長がろくでもない経営者だからストライキをしたのか、ことの発端が見えない。給与が安いとか社長の能力が低いなら、早めに退職すればいいんじゃない。ろくでもない社長を更生させる必要もないし、高級会社や家事代行、子供のタクシー代なんて経営者ならよくあること。会社のお金を使ってるとは言い難いし、社長に対する貸付金処理して返済すれば済む話。要するにストライキの争点が見えず、単に社長の素行が気に入らないだけなら、贅沢な経営者は他にもたくさんいる。だから組合側は分が悪いよ。会社の夏のボーナスが100万円で驚いたけど、社員を囲い込むためかもね。社長が会社の資産を私的に使い込み、業務スーパーの経営が悪化しているんだって。6月にストライキがあったけど、状況は変わらず、社長は会社の破産と全従業員の解雇を考えてるらしい。これって脱税そのものだから、ストよりも税務署に通報する方がいいかもね。息子が高校生の時にバイトしてたけど、未成年なのに所得税が引かれてて、
店長に言ったら年末に返すって言われたのに返金されなかった。もう諦めたけど、いい加減な会社だと思った。それ以来業務スーパーには行ってない。日本は不買運動しないけど、私はしてるよ。例えば違法行為や事故で従業員が亡くなったのに賠償金で争った安売り店には絶対行かない。そんな会社がある限り世の中は良くならないよ。日本でのストは国鉄の例からも分かるように、労働者に不利に働くことが多い。利用者の不満が民営化につながったんだ。トップが器がないと会社は崩れるよね。末端の従業員を救う方法が必要だし、国の本質も見えるよ。ずるい狐はダメだよ。経営者が会社を閉めようとしてるなら巣としても意味ないよね。数年前、近所の業務スーパーが商品入荷が止まって閉店した。店員も理由を知らず、ビッグモーターみたいな怪しい感じがした。黒字を赤字にしたのは自業自得だから、辞めるなら黒字のうちに司令と辞めるのが正解。会社を潰して共倒れするのは無意味。会社やハウスキーパーは出社の問題で、自分と仲間の給料を確保し、お客さんを守るのが大事。司令と辞めるのが一番。逮捕も起訴もされてないのに放置はダメ。親としても経営者としても最悪だよ。経営者ってこんなもんだよ。隠し資産が結構あって、破産しても大丈夫なくらい持ってるんだ。数日前にストライキのニュースを見たけど、こんな状況でも取引してくれる仕入れ先はあるのかな。売るものがないとお客さんも来ないよね。志の低い経営者の下で働くのは時間の無駄だから、賃金不払いは請求して早く転職した方がいいよ。労働者の立場が弱くて守られない世の中だから、神戸物産に直接支援してほしい。店の金を勝手に引き出したなら警察が逮捕すればいい。社長を変えるか、破産して別の会社が引き継ぐしかない。同期に行って経営者の横領を刑事告訴した方がいいですよ。頑張ってください。タクシー代や代行業者で会社のお金がなくなるのは変だし、大きな出費があったんじゃないかと思う。神戸物産が倒産後に買い取って存続させたら印象良くなるんじゃない。業務スーパーの社員がストライキを起こせるなんて驚き。労組ないのに現場トップが指揮したのかな。地元の業務スーパー、客が少なくて入りにくかったから潰れた。立地は良かったけど駐車場がなかったのが問題かも。エベレスト薬品の子会社で働いてるけど、親会社の決定で最低賃金、仕事量倍、勤務時間半減、クーラー禁止で辛い。商売人が大金を手にして日常を崩すのは向かいてないし、賃金利払いはダメ。トップが道楽に走るとすぐに転ぶよ。破産処理で従業員が黒字の業務スーパー事業を引き継げるのかな。全店舗でやらないと経営陣に対抗できないけど、ポーズだけのストライキよりは価値があるよ。みんなの反応としては、社長の指摘流用に対する批判が多く、労働者の権利を守るための行動を支持する声が目立ちます。少数意見としては、ストライキの効果やリスクを懸念する声や転職を進める意見も見られます。当チャンネルの意見として、今回の業務スーパーのストライキ問題は経営者の不正行為が原因であり、従業員の権利を守るために労働組合と弁護士の協力が不可欠です。